明けましておめでとうございます。南花です。私は今群馬県高崎市に来ています。実家は群馬県の前橋市なんですけれども、今日は大学時代のサークルの同窓会みたいのがあって高崎に来てるんですけれども、今日は私初めて来るんですが、こういったなんかとっても素敵な趣の喫茶店に来ました。とっても人気で今、午後2時を回ったとこなんですけれども、お茶をしに、みんなで来たんですけど、こんなメニューを見るとご飯も食べたくなるよねと思って、とっても人気のお店だそうで、いっぱいなので今外で待ってる状態なんですけども、果たして入れるんでしょうか。また後ほど。